民的アニメなんで、このお話いただいた時はさすがにあれもしかして売れたのかって思いましたね、ちょっと、はい、やっぱこのお話いただいた時とタバコをゴールデンバットからセブンスターに帰れた時はめちゃくちゃ嬉しかったですね。ちょっと子供いっぱいいるからタバコのこと言って分かんないです。分かんないですよ、はい、そうなんですね、ありがとうございます。そして畑中さんはいかがでしょうか。はい、そうですね、あの監督がね、あの僕のために作ってくれて役と聞きまして、ないですよ、だからそんな本当多分お前の役だけ俺左手で書いたと思う。何がですか。いやいや、だいぶ思い入れがあるって畑中さんにぴったりみたいなこと言われてましたよ。本当に、ね、言ってましたよね。なんか自信満々なんですけれども、はいはい、伊藤さんは畑中さんに言いたいことがあるとお聞きしているんですけれども。いやだからかその、はい、まあ、見てくれたら分かると思うんですけども、うん、セリフ量の違いがえぐいんですよ、うんうん、だからこれ本当にね、はい、子供たちの前でこんなこと言うのあれなんですけど、うん、僕ギャラ同じだったらブチ切れますよ本当に。量じゃないのよ、量じゃないのよ、ね、この子供たち覚えておいてね、質だからね、短いながらもこう心のこもった4個とありますから。4個とかぜひ聞いてください。4個お願いします。いろいろあるんですね、いろいろあるんですね。何でそのまとめ方、何ていうまとめ方してるの。いろいろありますよね。いろいろありますよね。いろいろありますよね。金ちゃんはやっぱ子供だからなんかこうふざけたりとか、はい、変なことやったりとか多いと思うんですけど、なんかたまにというか映画とか特にすごくあの大人もハッとするような確信をつくようなことを言うじゃないですか。だからそういうところがかっこいいなと思って、しんちゃんのシーンはな、あ、どうした急に。ありがとう、なんだ俺のことをそんな風に思ってくれてたって。今まで無視してたのに。やった、ありがとう。しんちゃん、うん、しんちゃんのシーンは、うん、って最後の一言言う前に止めに来ちゃダメ。いやいやいや大丈夫、大したこと言うつもりなかったから。うん、しんちゃんのシーンは確信のシーンだよね。大したことなかったな、うん、ごめんね。ありがとうしんちゃん、ごめんありがとう。しんちゃんありがとう。オズワルドのお二人は絆どうですか。絆ですか。はい、絆、友情、家族愛、はい、はい、いや絆で言ったらやっぱ吉本はファミリーなんでね、やっぱうん、ね、絆は吉本は助け合いですよ、やっぱり助け合いですよ。もうお金がない先輩にもお金を貸しますし、はいはい、僕は先輩だけで合計200万ぐらい貸しますからね。はい、まあ、借りたこともありますしね。借りたこともありますしね、はい、こんな子供の前で、ね、借金の話もあれです。ごめんなさいね。早めにでも知っといた方がいいからね。こういうのはね。はい、手を振ってください、お願いします。皆さんいい笑顔ですね。でゆっくりちょっと右手の後ろのムービーさんの、あ、ごめんなさい、スチールさんちょっとしゃがんでいただいて、ムービーさんに目線いただきます。スチールさんちょっとしゃがんでください、すいません、ムービーさんに目線いただくのでしゃがんでください。皆さんありがとうございます。